く何も書いてないのか、1,2,3,4 これが、これが屋根の部品で、ここにこの細いのがあるやつが足、必ず右入れたらそっち左だもん。これが、ジョイント。でまず屋根の方に右の方をつけたら、うん、必ず向こうが左になる。でこれが真ん中、これが真ん中につくやつ、真ん中につくやつは何も貼ってない。こっちは左だ、左と、うん、違いやすいな、この真ん中の方向を、これが今こっち向いてるけど、うん、こうやってつける人いる。そうすると合わねえ、合わねえ。あ、真ん中のは同じ方向で、真ん中は必ず同じ方向。じゃあこれ真ん中にしよう。真ん中、真ん中、僕ね、あ、真ん中は何も書いてない。真ん中の一本は書いてない。中、中、あぶね、いうことなのね。上、左、中、右、こっちも来るとここが左、中、右、見る方向に対してみんな左、中、右で、今度は真ん中のをつなげていきます。一つ折って、でこのとんがってるのが下に、真ん中にまず丸めてたやつを、この辺ぐらいまでかけたらもう足で OK。
結びにこの缶がこの缶それを通す、これを必ず通す、四隅ね、四隅をまず通す、でこれ刺す、これを必ずマジックテープこうやってつける、これを四隅、なんだけど、これでこのままだと絶対これ浮いちゃうから、これを必ず引かないとパチってならない。なるほど。この必ずいつもあのなんだ生地が浮いてるとかって、それで当たり前なんだ。これで必ずテンションをかけると引くとあのピッとなると。所要10分。この真ん中の向き、これがポイントです。よいしょ、これ、ね、下はそこをペグで止める。これ が、うん、これがペグ用だって。これは必ずペグで刺さないと動く、動く風 で、うん、すぐ飛んでしまう。必ず真ん中はゴムがあるから、これでこうやって止めるか、もしくはこの穴に通して引っ掛ける、引っ掛ける、うん、2つある、2つある、うん、熱ければこうやって取っても、うんうん、全部開く、フルオープン。で巻くと、うん、で厚ければこれも全部取って、でこの、まあ うん、ここは巻いてこれを伸ばして棒でオーニング、オーニングになる。でここは明かり窓なんです。ビニール明かり窓、そこは本当に明かり窓だけ。明るいよ。そうだね。しまうときは必ず2人、足を2つ折った方がやりやすい。